みなさんこんにちは、タンチャンネルの内藤です。ウィーン島島です。はい、ということでローソン、ローソン、ローソンが今 U フェスコラボをやってるらしくて怖っ切り替え怖っということで、はい、1日断食した後にローソンでいくら分食べられるか対決。よーいいですね、断食シリーズ。そうです、ラーメン。そうだ、ラーメンやったんですよ。やりましたね。ということで今回は1日、明日1日断食します。はい、でその次の日ローソンに行って、はい、お互いもう好きなものを食べまくって、はい、爆買いしてそこで食べたり飲んだりして、どっちが金額多く食べられるのか。なるほど、分かりやすい。まあだけど、うん、本当にだから超高い栄養ドリンクとかなしね。なしです。もう男の勝負ね。うん。あ、で断食のルールは、はい、まあ、水だけ。え、唐揚げくん食べちゃダメなの？ダメだよ。ということで断食コンビニ爆食いスタート。ペコペコリーノオルタナチャンネルということで、明日断食なんですが、最後のご飯を食べたいと思います。こちら、じゃじゃーん。毎回そうなんですが、松屋のキムカル丼、そしてサラダ。結局松屋なんです。テンションが内藤みたくなってんな。あ、で、あともう一つ、このサービスめっちゃいいなと思ったのね。いただきます。ということで、これ食べ終わったらこちら、水だけで生活したいと思います。おはようございます、渋谷ジャパンです。すごい髪型してる。うーさいくやな。ということで断食してるんですが、まあ、うん、まあ1日ぐらいだったらね、普通に、うん、余裕っちゃ余裕ですね。むしろなんか健康になってる気はする。いつもめっちゃ食って寝るんで、それよりかはなんか寝起きも軽い感じがします、体が。ということで、おはようございます。今ですね、ちょっと外に出てきてるんですけど、まだ何も口にしてないです。今のところ余裕ですね。ということで、今夜の10時になりました。やっぱりね、夜が一番腹減る。昼とか全然大丈夫だったんだけど、一気に夜来てこれ眠れなくなりそう。皆さんこんにちは、アルダンシャンネルナイトです。ウィーン。いや、撮ってんだよ。え、そういうことね。天然出てるやん。断食、昨日して結構、まあ1日だったら余裕。そう、今ね、通り過ぎたね。通り過ぎた。ということで、こっから、うん、ローソンで爆買いして、うん、まあ何円分食べられるか対決。オッケー。こちら、はい、ローソンと、ユーブスがコラボしてる店舗です。おめでとうございます。入り口にね、オルタナチャンネルが。違うんですよ、ヒカキンさん、セイキンさんですよ。ヒカキンさん、セイキンさんのサングラス、すごいな、ツヤ感が。そこ僕らはちょっと端の方ですなんか髪型おかしいよな、これ。なんかね、昭和感がすごいじゃあ入ってきますか、早速ね。おお、おえ、ヒカキンさんと水健さん、ずっと待機してここで言ってるの違うだろ。でもすごい、普段とは絶対聞けない。はい、皆さんこんにちは、水健 TV の水健です。めちゃめちゃ似てる。 See you next time。 あ、ここでちょっと食べ物と、まあ、飲み物とか爆買いしつつ、ちょっとコラボ商品とかもあるんで、うん、そこら辺紹介していきたいなと。買っていきましょう。うわ、最悪。違う違う、買います、全部これ買います。はい、トミーもサントリー。じゃあこれ内藤の。なんでそんな買うんだよ。当たり前ファンですから。ここに服を買わせんのか。そうそうそう、セイキンさんが来てるみたいな。あ、で見てください、これアクリルキーホルダーにオルタナチャンネルがいます。やめろやめろ、それはいいけど。でもこれ近所に配るんで、僕恥ずかしくないのかな、俺こっち買ったとは。あ、かわいい、アニバーシブ。あ、いいじゃん。あとこれね、これかわいいよね、リストバンド。そう、なんかシンプルだけどかわいい。なんでだよ、これ親族に配ろうかなと思って。恥をしろよ、恥をしろ。ここにもありますね。あ、本当だ。もうさ、だってこれ書いてるんだもん。中の商品見えませんラッピングされてて。食べ物系買おうぜ。そうだね、ここにもいますね。本当だ、やっぱ面白いんだな。オルタナチャンネル聞こえてきて、やっぱ面白いんだな、顔が。あー、いいじゃん、これ俺買うわ。これ買います、悪魔のおにぎり。あー、いいね。4種類あるんだ。そうなんですよ、悪魔のおにぎり人気で展開してるんですよ、シリーズ。あ、そうなんだ。そうそうそう、悪魔の焼きうどん。あ、これも食うわ、俺。あ、これもある。何それ、悪魔のおにぎりちっちゃいのが3つ入ってる。ほんとだ。じゃあ俺これにしよう。あとね、俺好きなのこれ、いくら。いくら好きだね。ローソンのおにぎりは美味しいんですよ。こういうのもね、やっぱ食べやすいんで、かぼちゃスープ。じゃあ俺これクラムチャウダー、クラムチャウダーいきます。わあ、結局こういうの美味しいんだよな、ハンバーガー。うまいうまい。これもいっちゃおう。冷やしラーメン、冷やしラーメンうまい。ニンニク醤油だね、うまいよ。あとこういう系ね、一人暮らしに役立ちシリーズね。そうそうそう、ポテチョンと。ちょっと俺デザート行こうかな、デザートで稼ぎたい。あ、これ流行ってるってだっけ。バスチー、これもうまいよ。ローソンのね、このデザートシリーズ外れないっす。これサクバタとかめっちゃうまいよ。あ、じゃあいただきます。これバター1本使ってるから。そんな使ってないだろ。俺サクバタいっちゃう。うん、じゃあ俺これプレミアムバスチー。あと飲み物系、あとバナナ。一番効率悪いだろバナナスムージー買おう。こ
これ食えるか、こんな断食後だとしても、ね、断食後って血糖値が上がるんですよ。だから初めサラダから食べた方がいい。これは言えてる。こういうサラダも買います。いやもういい、これ攻めちゃうよ。いや攻めろよ。アーフォバター、どこでキープしてんだよ。これはうまそうだな。絶対食えねえんだよな、こんな買っていくけど。これぐらいでいいかな、俺正直。まああとはね、ホットスナック今日俺買いたいわ。これもいっちゃいたいと思います。オルタナチャンネル、はい、ということで戻ってきました。はい、これつけよう。特殊か。じゃあやっていきますか。大丈夫、食べていきますか。どれだけ支障出ないということで、まず、はい、たっぷりナタデココ。喉乾いた。はい、うまっ。これうまみだわ。辛すぎすぎて手が触れるんだけど。やべえよ。もう唐揚げくんいっちゃいます。じゃあ僕は、はい、まず血糖値を気にしてサラダからいただきます。なんでむせたんだよ。うまい。まあもうこれはね、自然ともうね、うまそうな子になってると思う。なってないよ。嘘。はい、カラーズベッド完食。はい、じゃあ続いて、うん、私、トイバナナスムージー。最近ね、バナナジュース流行ってるんですよ。次来るって言われたのはバナナスムージーなんですよ、実は。じゃあ僕はこちら、はい、悪魔のおにぎり。これうまいんだよ、マジで。ローソンってさ、こういうちょこちょこヒット商品出すよね。こんだけハードル上げといて、まあまあ超えてくるからすごいよね。すごい。ただいきなり唐揚げくんからのご飯は結構来ると思うよ。本当に。急に血糖値上がりすぎて。いっそよ。うん、完食。いいよ。悪魔のおにぎり完食。お、早っ。じゃあ続いて、この新発売の、うん、スーパー唐揚げくん悪魔のおにぎり味。絶対うまい。じゃあ僕はこちら、悪魔のおにぎりピリ辛ペペロンチーノ味。うまいやん。食べたことある？ない。え、なにこれ。中身に磯が入ってる。うまいのかなこれ。ただこれそんな話題になってないよね。うん、なるほど。癖が強い。これほんと美味しいですけど、人を選ぶこれは。なるほどね。ニンニク入ってるし、ちょっと辛いし。いやこれ見て、悪魔のおにぎり3個入り、味が違うのかな。3つとも同じ味やで。続いてここで冷製ソイポタージュ。こういう系助かるわ、やっぱり。そんなことやったら俺だって。はい、クラムチャウダー。冷たいっていうのがいいな。俺熱いの苦手なのよ、マジで。だから松岡修造さんとか苦手なんでしょ。なんで。いただきます。はい。普通だ。こびない。決してこびません。俺これ悪魔好きすぎでしょ。悪魔の焼きうどん食いたいんだけど、ちょっと俺こっち食いたいわ。冷やし担々麺。ああ、全然俺担々麺好きなのよ。あ、そうなの。ここで紹介しておきましょう。はい、こちら忘れてた。アクリルキーホルダー、そしてリストバンドみたいなやつ。これつけよう、リストバンド。あと抱き枕も売ってます、オルタナチャンネル。なんでください、ここに。なんでだよ。あれが一番ふざけてる。誰が買うんだよ。え、でもツイッターとかで、うん、あの買いましたって方結構いてくれてます。しかもバカ高くない？あれびっくりした、俺も初め。しかもあれカバーだけなのかね。え、嘘。だって抱き枕カバーだよね。それはぼったくりよ。はい、言っちゃった。なんか渋谷うんこ我慢してるのかみたいな感じで。髪型もなんか古いんだよな。これうまそうだな。うまそう。ピーナッツも入ってんのよ。え、ピーナッツ。わー、出てまして。ま、あれ、ま、ダメだな。酸味がある。クラムチャウダーにおにぎりつけるってあんまいないよ。育ちが悪いから全部つけちゃうんだよ。うまっ。クラムチャウダーに、うん、このニンニクの感じも加わってめちゃくちゃうまいね。ちょうどいい組み合わせだね。もうそろそろラスト。うわ、もちしゅ。結構重そう。うわ、もち入ってるやん。もちしゅ入ってるやん。わらびもち入ってるぞ。なんかもちもち食感の生地なのかなと思ったらガチでもち入ってるじゃん。うん、いやー、俺もちょっとラスト一つかもしんない。あー、うん、あー、ちょっと舐めてもらっていい？なんで。最後これいきます。プレミアムバスチー。あ、バスチーだ。これ人気のやつの新作です。うわ、それ買えばよかった。俺もこれでラストです。いいよ、これ食べるんだったら譲るよ。羽生譲る。いただきます。すごい貧乏ゆすれてるの。超濃厚。嘘。マジでめっちゃうまい。何点？35、6。50点満点中で35。なんで50点満点って言ったんだよ。本当に超有名なあのお菓子屋さんで話題のスイーツって言われても全然わかんない。あるよね、そういうの。うわぁ、ほんと、わしい。何に印象みたいな。ストップで。わぁ、出ました、ストップ。まあこれくらいにしといた方がいいよ。余裕そうだな。はい、バスチー行きました。これでストップです。いや、美味しかった。オルタナチャンネル。
ちょっと貫通する前にちょっと食べたものをポンポン持って見せていきます。僕が食べたのは唐揚げくんレッド、サクバタ、たっぷりナタデココ、悪魔のおにぎり、ピリ辛ペペロンチーノ味、悪魔のおにぎり、バニラヨーグルト、メイトーの滑らかプリン、タルタルたっぷり、フィッシュバーガー、カフェラテ、もちシューです。なるほど。私はブリチリサラダ、悪魔の唐揚げくん、バナナスムージー、悪魔のおにぎり、悪魔のおにぎりペペロンチーノ、コテッちゃん、プラメチョルダ、焼きプリン、イクラおにぎり、悪魔のおにぎり3個セット、そしてプレミアムバスチ、以上です。深夜コンビニ駐車場。さあ出ましたわ。じゃあ僕から発表します。はい、僕の合計金額ははい1678円です。よっ。いや、ないかもしれない。じゃあ私の発表します。はい、私は2396円です。おお、やったやばいかもしんないの演技が下手やばいかもしんない。はい、こちらのね、ローソンとユーフェスのコラボ店、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。意外にね、意外にすごかったです。うん、あとね、グッズもいろいろ販売してるんで、コラボ商品販売してるんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。抱き枕もあります。なぜか抱き枕もあります。うん、あと前回あのラーメンで断食のやってるやつ、そっちも見てね。